中学2年生です。どうもこんばんは。早く寝てください。標準問題集で中2の内容が一通り終わったので、中3の内容と並行して中2の応用問題をやっていきたいと思ってます。何か応用問題をするおすすめはありますか？今のところ最高水準問題集かハイクラステストを考えていますが、どっちでもいいと思いますよ。どっちもいい問題なんで。ただ、まあ最高水準問題集の方がいいかもしれないですけど、系列で合わせるんだったらハイクラステストの方がいいかもしれないですね。そこはもう好みじゃないですか。